元気をつけてください。お願いします。あ、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。お願いします。はい、3完璧です。よいしょ。シートベルト失礼します。はい、お願いします。すごいいい天気ですね。いい天気ですね、うん。眩しいですか？結構眩しいですよ。ありがとうございます。ちょっと下がります。はい、お願いします。行ってきます。太郎さんはビールとか飲まれますか？あ、ビール飲みますよ。はい、どちらのビールを？朝日を。朝日。はい、朝日飲みます。実はあの黄色のビール、はい、目の前の黄色のゴツゴツしたビールが朝日ビールの本社になってます、はい、そうなんですね。アサヒビールって海外の人にアサヒビールですって言ってなんか伝わります？でも、あ、アサヒみたいにはなりますね。あ、知ってるんですね。あ、そうなんだ。じゃあ海外にもあるのかな。あ、そうなんか、はい、アサヒの本社って言うと伝わらないんですけど、はいはい、ビールのアサヒビールって言うと伝わる。あ、そうなんですね、はい。そうなんだ。そうかそうか。あのニョロニョロあるじゃないですか、お隣に。あ、あの金色のやつ。そうです、そうです、はい。あれもアサヒビールの実は建物なんですけど、うん、そうなんですね。あのニョロニョロってちょっと何かを表してるんですけど、はい、お、何でしょう。何か分かりますか？何だろう。あれは炎ですね。お、大正解です。、はい、もうさすがですね、はい。結構浅草一通りガイドできちゃうんじゃないですか？あ、そうかもしれないですね。おかげさまで。ありがとうございます、いつも。ありがとうございます。風気持ちいいですね。風気持ちいいですね。本日ドライバー務めます、はい、東京力車増山幸子です。増山幸子さん。増山幸子です、はい。じゃあこの時間だけさっちゃんで。さっちゃんさんですね。お願いします、はい、よろしくお願いします、はい。でお時間の確認なんですけど、はい、30分いただいたので、はい、今11時13分させてます、はい。で11時43分過ぎにまた同じところに戻っていきたいと思います、はい。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあちょっと下がっていきますね、はい。ここは結構あれなんですね。あの皆さん写真を撮られるスポットなんですね。そうですね。もう綺麗に写るので。浅草来たらね、なんか浅草っぽいですもんね、ここ。そうですよね、うん。あのスカイツリーだけじゃなくて、ちょっとニョロニョロ見ると浅草来たなってなりますよね。はい、あ、そうですね。さっちゃんさんは、はい、デビューはいつぐらいでしたっけ？デビューは、はい、3月の下旬、はい、3月の中旬か、下旬にデビューしたんですけど、はい、その前に研修っていうのがあって、はい、その研修で、はい、合わせて1年くらいやってます。1年くらいか。あ、はい、そうなんですね。あ、じゃあデビューは、2ヶ月ぐらい前か。本当にそうですね。おお、そうなんですね。なんかあのお好きなコースとかあります？私のおすすめは、はい、松地山商殿っていう、あ、松地山商殿、ね、何でも願いが叶うお寺のコースと、はいはい、今走ってる、はい、あのちょっと下町の歴史的なコースがおすすめです。あ、じゃあこの東側とかが結構好きな感じですか？おすすめです。逆に太郎さんはどこが好きとかありますか？逆に僕は、まあ、松地僕も好きですね。お、松地、うん、松地好きですし、あの、なんだろう、水町とかも結構いいですよね。はい、いいですよね。なんか、はい、あの研修で、はい、
難しかった場所みたいなのはありますか？難しかったのはやっぱ橋、うん、東橋とか琴戸橋。あ、人力車を引っ張るのが難しかった。あ、そうですね、引っ張るのもきつかったですね。きつかったですか？最初ってやっぱりなんですかね、引っ張れないものなんですか？人によるんですけど、はい、私は全然引っ張れなくて。あ、そうすか、はい、結構時間かかりましたね、最初の段階で。そうなんですね。なんかやってますね。なんかやってますね。浅草、なんだろう、なんか馬が来るみたいな。馬が来るんですか？馬が、はい、なんて言うんでしたっけ、そういうの。馬が来て、はい、お写真どうしますか？あ、写真は大丈夫です。河野さんがいる。馬が、こんにちは。行ってきます。こんにちは。なんか観光の人、的を得るやつ。ああ何でしたっけ、何て言うんでしたっけ。ああ、こんにちは。おはようございます。おはようございます。今日これ何のイベントですか？やぶさめで、あとで馬が走って矢を射抜くんですか？ああ、そうなんですね。遊びに来た。YouTube 大丈夫ですか？あ、大丈夫どうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。やぶさめって言うんですね。やぶさめ、覚えましたね。覚えました、はい、知識が。さっちゃんさんは、はい、なんかもう浅草でお好きななんか食べ物とかあったりしますか？お好きな食べ物は、はい、吉上さんっていう、吉上さんね、はい、お食事屋さんなんですけど、はい、洋食レストランのフライドポテトがめちゃくちゃ大好きです。フライドポテトなんですね、はい、そうなんだ。ハンバーグとかじゃなくて？ハンバーグとかも美味しいんですけど、はい、私はフライドポテトとオムライスが。あ、オムライスね、はい、そうっすよね、オムライス有名ですよね、あそこ。あそこめちゃくちゃなんか昔ながらの洋食屋さんっていう雰囲気も好きですし、うん、はい、味も私は好きです。あ、いいですね。結構お昼時とか並んでますもんね。そうですね、うん、結構。そうなんだ。このお仕事ってはい、なんで始めようと思ったんですか？私は、はい、ちょうどバイト探してて、はい、TikTok 見て、お、あ、これだわってなって、もう速攻応募のページ飛んで始めました、はい、あ、そうなんですね、はい、TikTok はなんかどういう動画見て応募したんですか？とゆらちゃんの髪の毛を切る動画があるんですけど、それも別に人力車の、はい、東京力車の動画じゃなくて、はい、そうですね、美容師さんの動画から飛んで、はい、有名な美容師さんのね、そうですね、インスタグラムと TikTok で紹介されたんですよね、ゆらさんが。それで、はい、そのハッシュタグみたいなやつ飛んだら、はい、東京力車の、あ、そうなんだ、失礼します、アカウントが見つけて、ああ、そうなんですね。そこからです。え、すごい意外なところからじゃあ見つけたんですね。そうですね。本当に何気なく家で見てたらって感じだったので、はい、それでやってみようってなったんですか、人力車。なりましたね。すごいですね。そうなんだ。どうですか、実際デビューしてみて。いや、もう楽しいです、ね。楽しいですか。なんか本当こんな楽しいバイトってあるんだなって。ああ、そうなんですね。あ、すごいいいですね。さっちゃんさんは今学生さんですか？今学生、3年生です。3年生ですか、はい、基本はですか、土日に出勤してらっしゃる感じですか？そうですね、土日出勤で。あ、じゃあ視聴者の皆さんの土日にぜひお願いします、はい、乗りに来てください。やっぱ夏休みとか長期休みに入るとまた平日も、はい、入っていこうかなと思うんですけど、うんうん、なるほどね。すごいやぶさめの声がしてますね。そうですね、すごいですね、うん。さっちゃんさんって、はい、ご出身はどちらなんですか？出身は茨城県です。あ、茨城県なんですね、はい、ちょうど今あれですかね、ひたちなか海浜公園とかは、あ、そうですね、お花が綺麗な時期ですかね。そうですね、よいしょ。すごいゴールデンウィークも混んでたみたいで、はい、あ、そうですか。茨城に観光に行くってなると、はい、なんかおすすめの場所とかありますか？おすすめはやっぱそのネモフィラ、はい、とか大洗。大洗ね、おすすめですね、はいはい、じ
大洗って何がある感じですか。いや何がある、はい、海があるって感じ。海がある感じです。何だろう、茨城県、自然を楽しみに行くイメージが、ね、はい、ありますね。なんか私が茨城好きなところって、はい、なんか何があるって言われた時に、はい、何もないのが好きなんです。あ、なるほどね。はいはい、わかります、わかります。茨城だなっていうところが好きです。落ち着く感じね、リフレッシュできますよね。そうですね。茨城は、はい、食べ物で言うとなんですか。僕なんかメロンのイメージあるんですけど。メロンすごい有名です。有名ですよね。なんかなのでメロンとかも、はい、なんていうんですか、一つ一個みたいな、一人一個、一、うん、人一玉、はい、ちょっと揺れますね。あ、え、一人で一玉食べるんですか。そうです。お、すごいな。なんかその近所の人とかから、はい、いっぱい取れたからって言って、はい、一人一玉を食べる。あ、そうすか。スプーンですくって。え、さっちゃんさんもじゃあメロンはお好きですか。メロン好きです。お、紹介したいお動画あるので紹介しますね、はい、お願いします。パックします。はい、目の前に赤いお堂見えますか。見えます。はい、これ弁天堂って言います。はい、ここには弁財天っていう七福神、ご存知ですか。あ、はい、七福神の唯一の女性の方がここに祀られています。おー、そうなんですね。はい、で弁財天様って、はい、あの普通は財の字が財宝の財。あ、そうですね。を使うんですけど、ここの弁財天様は、うん、天才って書くじゃないですか。あ、はいはい、才能の才を使うので、はい、なんかそういう技能とか、はい、芸能とかによりもうめちゃくちゃいいですよっていうご利益があります。うん、なるほど。はい。なんか頑張ってることとかありますか。動画編集です。じゃあもう動画編集、うん、もっともっとうまくいきますようにということで。そうですね。ナムナムしていきましょう。ここの、 あの、はい、建物の色がすごく綺麗ですよね。そうですよね、うん、もうすごい鮮やかな、鮮やかな赤ですね。あそこに鐘あるじゃないですか。はい、あのジャイの鐘、はい、あれ聞いたことあります。あれ聞いたことなく、テレビでしかなくて。あ、そうなんですね。その実際に聞いたことないんですけど、はい、ありますか。あ、僕はね、あの、はい、なんて大晦日聞きに行きましたね。え、どうでした。めちゃくちゃ綺麗っていう噂があって、もめちゃくちゃ期待してるんですけど。そう、すごいいい音でした。高いんですか。低い音ですか。低いけど、なんか、なんですかね、遠くまで響くような、なんかこう、通るような音。難しいですね。聞いてもらわないとなかなか、あの、なんか言葉で伝えるのが難しい。あれじゃないですか、ゴーンって感じ。そう。低めですごく響く音でしたね、はい、うん、いい音でした。聞きたいですね。朝も鳴ってますもんね。あ、そう、6時ぐらいになってるって言いますね。6時に来るのはきついですね。私今も茨城が良いなので。あ、茨城から来てるんですね。すごい、片道に何時間、2時間ぐらいかかります。2時間ぐらいかかります、ね、うわ、え、往復で4時間かけてるってこと。そうですね。すごいですね。すごい。目の前の門が二天門って言います。はい、はい、二天門ですね。これ、あの、そこの木のところに国の重要文化財って書いてあるんですけど、ありますね。はい、重要文化財に指定されてます。はい、なんでかっていうと、はい、あの、この門400年前からずっと立ってます。はい、ああ、そうなんですね。はい、400年ってだけでもめちゃくちゃすごいんですけど、うん、あの、浅草寺とか雷門が実は何回も何回も建て直しされているのが今の形になってます。はい、うんうん、でもこれは一回も建て直しされてませんよっていうことで重要文化財になってます。すごい、ここの門もすごい綺麗ですね。すごいですよね、なんか全部綺麗な色になってますよね、うん、でここ今人がいっぱい通ってるんですけど、はい、昔はお殿様とかお姫様しか通れない、偉い人しか通れないですね。そうです、めちゃくちゃレアな通りになってます。通ったことあります。あ、結構ね、毎日通ってます。でも毎日お殿様ということで、はい、そうですね。今日もぜひ殿様になって、はい、通ってみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。太郎さんは、はい、なんか浅草の好きなところとかあります？浅草の好きなところ、好きなところとか好きな食べ物屋さんでも、はい、なんかこういうところが好きだなみたいな。あ、なんすかね、まずあの食べ物屋さんが多いところはすごく浅草のいいところですね。うん、食べるの好きですか？食べるの大好きです。一緒です。そうですね。あと結構、はい、なんすかね、新しいお店がどんどんできるじゃないですか、浅草って。それも楽しいですよね。そうですね。あ、さっちゃんさんは、はい、海外の方に英語でご案内とかってされてるんですか？英語はもう完璧じゃないんですけど、はい、もうなんとなくみたいな。じゃあ、乗りたいって言ったら、はい、乗れる感じなんですね。はい、おー、すごい。あ、お猿さんがいる。本当だ。なんか猿回しが、ね、最近やってますよね。やってますね。はい、では、あの奥の赤い建物が浅草寺です。はい、すごい大きいですよね。大きいですよね。都内で一番大きいお寺になってます。あ、そうですね。今日はこの浅草寺の始まりについてお話ししたいと思います。お願いします。はい、この浅草寺、実はここら辺は昔海一帯でした。はい、で二人の漁師さんがいました。はい、浜成竹成っていう、うんうん、浜ちゃん竹ちゃんって言うんですけど、二、はい、人の漁師さんがとわみ漁って言って網を使って漁をするんですけど、はい、それをしてた時にもうこのくらいの、うん、木のかけらが引っかかったんですね。でも2人はお魚が取りたいので、はい、木のかけらを海にまた戻しました。はい、でも何回も何回も網に引っかかるものだから、この町の村長さん、はい、中友さんって言うんですけど、中友さんに、うん、これ何ですかって、この木のかけら何ですかって言ったら、はい、なんか顔が書いてあるんですね。あ、顔が書いてあったんですね。顔が書いてあったんですよ。そしたら、いや、これは観音様だ。観音様ってお寺に祀らないといけなくて、はい、もうここら辺お寺がなかったので、はい、その村長さん中友さんがもう、はい、俺の家をお寺にするって言って、はい、自分の頭を坊主にして、あの観音様を祀ったのが始まりです。はい、あ、そうですか。すごいですね。そう、すごいですよね。すごいな。はい、でそれこそあの先週の三社祭りのお祭りがこの浅草神社のお祭りで、うん、三社様っていうさっき出てきた漁師2人と1人 の、 あの中友さんが祀られてるのが三社様って、この浅草神社です。うん、すごい面白いですね、今の感じで。さっちゃんさんって、はい、海外とか行かれたことあります？海外は、はい、あの1回だけ修学旅行でアメリカ行きました。おーおー、アメリカに行くんですか？アメリカの、はい、ロサンゼルス行きました。めっちゃいいとこ行ってますね。ロサンゼルスに修学旅行で行って、はい、何をするんですか？でも本当に観光ですね。あとは地域 の、 そのロサンゼルスの学校の人との関わり、はい、交流とか。あ、なるほど、そういうのがあるんですね。ロサンゼルスでなんか印象に残ってる場所とか食べ物とかってあったりしますか？印象の場所、うん、ユニバ。あ、ユニバがあるんですか？はい、ユニバってロサンゼルスじゃないんですかね。わかんないです。わかんない。なんかユニバがあって、はい、私日本のユニバも行ったことなかったので。あ、そうなんですね。楽しかったです。おー、そうっすか。はい、なんか泊まったホテルが、はい、ちょうどディズニーランドの前のホテルだったんですね。ディズニーランドね、そうですよね。ありますよね。でディズニーランド夜花火が上がるじゃないですか。あ、はいはい、で私なんかすごいアメリカって銃撃がすごいイメージがあって、はいはい、夜もダンダンみたいな。私銃撃戦が始まったんかと思って、はい、外見たらめっちゃ綺麗に花火が上がってて。あ、なるほどね。あ、すごいなって思いました。いいな。はい、で海外とか行かれますか？あ、まだ行ったことないです。どこ行きたいなとかあるんですか？どこ行きたいかな。食べ物が美味しいとこがいいですね。やっぱ食べ物で、うん、でもアメリカとか行ってみたいですね。うん、なんかすごい、すごいなんか日本人っぽい発想かもしれないですけど、はい、ニューヨーク行って、はい、ホットドッグとか食べてみたい。わかります、めっちゃわかります。なんかジャンキーなもの食べたい。そうそう、ハンバーガーとか、はい、もうでかい口開けて食べたいですよね。うん、ね、食べてみたい。
あの前に、はい、さっちゃんさんに初めてさっちゃんさんと話した時に、はい、なんか僕の声を聞いて、はい、あのガイドツージャパンさんですかっていうのを、あ、はい、見てくれたじゃないですか、はい、めっちゃ嬉しかったです。本当ですか、はい、めっちゃいい声してますもん。だって本当ですか。なんかもう、ありがとうございます。声だけで優しいのが伝わります。本当ですか、ありがとうございます。だから声で気づかれたの初めてで。本当ですか、はい、動画見てくれてたんですよね。見てました、あの、はい、研修中に、うん、動画見てました。嬉しいですね。いっぱい見てました。なんか時々最近あの研修中にあの動画見てますって、勉強で動画見てますって言ってくれる人がいて。そうですね、私も本当そうでした。すごい嬉しいですね。それってあれですか、やっぱあの先輩の、はい、なんかあの案内とかをこう見てなんかこう吸収するみたいな感じなんですか。そうです、そうです。あ、でもそういうのもありますね、はい、あの忍者って言って、はいはい、本当に後ろからくっついていくっていう。あ、そうですね、ありますよね、はい、うんうん、そういうの見たり、うん、あとはそれこそガイドツージャパンさんの動画見たりして、はい、あ、嬉しいですね。でも本当にあの動画良かったです、はい、もう ありがとうございます。本当に、はい、どうしよう。なんかさっちゃんさんは、はい、ご案内で行ってみたい場所とかあります？かっぱ橋。かっぱ橋か。あの浅草から出たことなくて。あ、そうですか、はい、浅草出てみたいです。あ、いいですね。かっぱ橋ってなんかどういうイメージがありますか？は、うん、食品系の雑貨が置いてあったり、うん、あ、そうですね、なんかおしゃれなカフェとかがあるイメージ、はい、ありますよね。そうそう、あれかっぱ橋自体はプライベートとかで行かれたことあるんですか？あります、あります。なんか、はい、あの父が、はい、それこそなんかもう食器系とかが大好きで。そうなんですね。一緒に行きます。食器が好きなんですね。食器とかそういう包丁、はい、とか、料理が好きなので。ああ、いいですね、はい、料理好きのお父さんってかっこいいですね。なんかそうそうですかね。なんかすごいいい、いい料理好きですね。あっという間に戻ってきました。そうですね、うん、早かったです。早かったですね。普段料理とかされます？僕はね、はい、99% 外食です。え、それは浅草で外食なんですか？はい、浅草ですね。浅草で外食かコンビニかみたいな感じ。さっちゃんさんは料理とかはされるんですか？私は家ではあんまりしないです、はい、家ではしないです。家ではしないんですけど、学校が料理系の学校で。あ、そうなんですね。そうなんです。もうじゃあ料理は得意ですか？はい、料理自体は得意ですか？料理は得意です。あ、そうなんですね。得意です。あ、いや、得意料理なんですか？得意料理は何ですか？得意料理、はい、私あのその専攻が和食だったので。お、そうですか。和食はほとんど得意ですよ。おお、ハンバーグとか作れるようになりたいです。あのささっとハンバーグってあの結構作ろうと思うと結構手間がかかりますよね。そうなんですよ。作ろうとするまでが、うん、私の中で、うん、結構時間かかりますね。あ、そうなんですね。普段外食は何系が多いんですか？あ、僕はね、なんかラーメンとかマックとか、 あと焼肉も多いですよ。いいですよね。脂っこいやつばっかりですね。元気になりますよね。元気になりますね。でも運動してないからやっぱあれですね。じゃあ一緒に人力車やりましょうよ。本社もすごいあの新しい人がどんどん入ってますね。そうですね、今日も研修生2人、うん、新しい人が入ってきて楽しみですね。そうですね、うん、ありがとうございます。
なさい。本日は学習の時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、降りる準備しますね。はい、お願いします。下げます。外します。はい。丸ごと行こうか。丸ごと。ありがとうございます。はい、足元気をつけてください。はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。はい、あの動画締めようと思います。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあこれ失礼します。失礼します。